はい、皆さん毎度毎度、はい、特にね、右側のバックサイド切るときね、この辺切るときね、まあ、普通にこう取ってね、まあ、溶かしてね、ねじるってのね、ちょっとこう後ろに流すみたいに正面から見たらちょっとこう毛束をねじるっつの、こういう風にね、ちょっとこうやって切ると切りやすいんだよね。あの毛束をまっすぐ持ったまんま、なんでそういうことするのって言ったら切りやすいから、ただ単に切りやすいからね。はい、ブラントの時も、はい、こうやってお客さんの真横に立ってっからね、お客さんの真横に立って、まあ、バックサイドのあたり切るとき、まあ、下手なことだね、うん、バックサイドを切るとき毛束をまっすぐにすると切りにくいから、どうしてもちょっとねじってしまうね、ねじってしまう、まあ、ねじって切ってもいいんだよ別に。だからねじって切るの、なんでねじって切るのって言われたら、切りにくいから、後ろに流したいから切り、ね、ねじってるわけじゃないんだよね。ハサミ入れにくいから、これまっすぐこのまんま、一番理想的なのはこの状態で切ることだよね。毛束とかまっすぐ曲げないで、するとこう非常に切りにくい、どうやっても切りにくい。だお客さんの顔面の方に、お客さんの顔が正面にあるね、体がこっちに来れば、まあこれでも切りにくいねこれでも切りにくい、うん、だからねじってやんの。だからこれだと切りにくいから、まあ、分かりやすくて指をこうやってねじってね、こういうふうにねじって後ろに倒してこうやって切ってね、こっち側はそういうことしないね、こっち側はそういうことあえてしなくて平気。はい、こっち側は、はい、そんなこと、こんなことしなくても、まあ、普通にまあ切りやすいよね。こんな形で切んないよね、大体こっちは後ろから切るからね、前にあんまり倒したくないんだよね。だからまあこっちはお客さんのこっち側から後ろね、真後ろに立つと、はい、切りにくいから、ちょっと後ろに行ったらこうハサミが入りやすいからね。でちょっとこれ寝かしたりするね、こっちにした方がやりやすいかもしれないね。ただやりやすいからこういうふうにこう書いてるだけで、これはだからノーブロックでたくさん取って下の、あのほらカットラインがどうのこうのってやってるわけじゃない。カットラインなんか見ながら今のやるとね、なんかわけわかんなくなって短くなっちゃう、切りすぎてっちゃうから、どんどんそこが注意なんだよね。カットライン、前回のガイドライン無視してこうやって切ってから、こういうふうにやって曲げて切ろうが何してやろうがいいんだけどね。あとここをこうやって切るときもやっぱりね、こうやって曲げて切る人いるよね、ここね、こういうふうにね、こういうふうに、これなんでかねって、これなんでこういうことで切るんだかね、多分切りやすいからだと思う。こうやって切りゃいいんだけど、これとこれ何が違うのってなるよね。多分かっこいいからやってんだと思う、あんまり効果ないと思う。まあこうやってね、こうやって こっからだとこう曲げられないからね、わざとどうやって持ってんだあれ、わざとこうやって持ってね、こうやってやるっての、こうやってやるっての難易度高いよね、これ難易度高い、真似する必要ないと思う。かえって手間が増える、仕事の手間が。どうやってやるんだろう、あの韓国の人はよくこうやって切ってるのね、こうやってレイヤー入れたいのかグラデーション何したいのかよく分かんない。ほんでまあブランドで切ったりちょんちょんカットしたりね、真似する必要ないと思う。だったら普通にこうやってやって切った方がいいと思う。うん、こんなことでやってたら、あのこうやって切ってガイドラインだろ何だろ探して切ってたらわけわかんなくなっちゃう。ガイドラインなんかすぐなくなっちゃう。ガイドラインってのはもうあくまでも見ない、どのぐらい残すか見ながら切った方がいいよね。若い美容師さんはね、まあ体が柔らかいし運動神経もいいからね、まあ、すぐ真似できるんだよね。と我々おっさん美容師になるとね、そんな無駄なことはしないんだよね。まあやってもこうやってねじるぐらいなんだよね。あの本当に無理な、さっき言ったなんつうの、あの手つきでね、上に向けて切る、
ああいうのね、おっさん美容師がやんないのね、若い美容師、俺たちは簡単にできるぜとか言ってやってね、まあ真似したくなるんだよ、みんな真似したくなる、やるんだよ、一回は通るんだよその道をね。だけどあんまり効果ないよ二度切りになるだけだよね、手間が増えるだけ。この右上の画像の切り方は多分カットチェア使ってないからこんなような切り方するんだろうね。これはねじり上げる前の若い女の先生だね。やっぱり体が柔らかいからこういう手つきで毛束をこんな感じで持ってで掴んでから持ち上げるっていうのは、これやっぱりカットチェアがないからああいう切り方なんだろうね。あとパーマかける前のカットだからね、毛先もふぞろにシャギ調だから、まあどんな位置でどう切ろうと大した問題は起きないけど、まあ、見た目的にねやっぱり美しい姿勢で綺麗に切ってるよね。だけどカット的にはね、将来的にはやっぱりどうかなと思う。やっぱカットチェアに座ってグラデーション入れるのかシャギ入れるのかレイヤー入れるのかよく考えて切った方がいいんではないかなと思うけどね。カットしてる先生にしてみたらレイヤー入れてるようなつもりがあるんじゃないかな。指でね外羽みたく巻いて切ってるからレイヤー入れてる気持ちはあんのかもしんないね。実際ブランドで切ったら1ミリか2ミリかレイヤー入るかもしんないけど、チョップカットでやってっから何がなんだか分かんないよね。まあ見た目綺麗な姿勢で切ってるからね、まあ真似するんだったらぎこちなく真似した方がいいよね。美しい切り方ね、美しい姿勢で、あの体に無理なくね、あの手首が硬いとね絶対おかしいよ。 おっさんが真似したら多分ねログな感じにならないはいお疲れ様でした。